です。OK。OK、グール。こんにちは。アナのがなんか明るい。これ？いつやるとか？いっぱい花花っていっぱい来てる。はいよ。あのね、定期登録してるの。花花って登録してる。何も登録してないあれ。たらサイン会が始まったぞ。かわいい。こんにちは。あ、めっちゃリップついちゃった。どこにぶつけてんねん。こんにちは。うんうん、こんにちは。今、うんうん、アイスクリームタイムです。溶けちゃったちょっと。おいしいこれ。今はサイン会まで暇になったので暇です。うん、レディー暴言の。レディーボーデン。レディーボーデンね。レディーボーデン。さっきさ、気持ちがさ、なんだっけ、うわ、なんだっけ、ここ、なんだっけ、この上ない、この上ないよ、この上ない、この世の、このない、この世のない上に、この世のない上で、この世のない上ですとか意味わからんで、何言ってるんだろう、わけわからんかった、ほんまに、本当に分かんなかった。この上ない喜び、この上ない幸せ、言いたかったのに、この世の、この世の上のない、この世のない上ですよ、この世のない上、なんか不思議、この世のない上、この世の、なんか。勝手にこの世のない気持ちですみたいな。そんな感じ。この世のない上の気持ちですみたいな。この世のない上の幸せですみたいな。むずすぎる。喉乾いた。特茶飲みたい。軽くして飲みたい。やばい、めっちゃ喉乾いた。今カルピスで縦にしてるからさ、ドッキリスターがいるってみんなが、ドッキリ、ドッキリスターがいるよって、もうすぐだよ、ドッキリスターは今スイカゲームしてるよ。スイカゲーム中です。反対側でスイカゲームしてます。テルルルテルテルテルン、テルルルテテテルルン。私は自分のスコアを全く更新できません。全然ダメ。どんくらいなの？全然ダメ。なんか 1,2,3 までに入りたいんだけど、うん、私のスイッチの 1,2,3 は全部私じゃない。ひとみとしょうこ、みんなみんなで選挙した。ひとみとしょうこの記録になってますので、私の記録はありません。頑張ってください。頑張ります。さっきいい感じやった。何点目指してるの？3000点目指してるけど全然まだまだです。難しいんだね。ショーが3000言ってたよ。言ってた言ってた、写真撮ってた、スイカ作ったことあるよ。けど昨日と今日はまだスイカを作ることができていません。スイカ農家、スイカ農家、不作の年です。そうなんです。スイカ農家、スイカ農家なんてない、桃、桃農家、桃で喜ぶようになった。おいおい、桃できた、おいおい、桃はいつも作ってたじゃ ん。今私たちがハマっている、あ、私たちとか言ったらちょっとなんかあれだけど、数人がハマっているスイカゲームです。アンナのやつ。私が最近ずっと現場にね持ってきててるから、スイッチを。マリオの新作やってみたい。うん。TikTok でマリオのばっか流れてくる。うん。マリオの実況。うん。買ってみようかな。買ったらやる。持ってくるね。マリオ楽しいって。マリオワンダー。え、なんていうやつ？
マリオワンダーだって。マリオワンダー知ってる、それやりたい。パックンフラワーがね、うん、なんか歌ってんだよ。かわいいの。かわいい。パックンマーチっていうんだ。パックンマーチ、パックンマーチ、かわいい。有給があと5分で終わっちゃう。でも今日土曜日か。土曜日、今日11月11日だ。ハッピーの日だよ。ハッピー。そう言って買わないでしょ、あんちゃんって。積みゲーが始まりました。やばい、諦めモード溢れちまう。もう知らない。もうさ、適当になるよね、途中から諦めた。お昼何も食べてないの？お昼は食べたよ。お昼は今日は豪華な豪華な。ジョジョ塩弁当美味しかった。3分だって。じゃあ帰ってこようかな。3分？ああ、そういうことね。電子レンジの話ね。3分だってって急に出てたから何のことって思ったら。ポキの極細の二段ボンで食べるのが好き。ん？だって。なんて？ポッキーの極細の二段ボンで食べるのが好き。そうなんだ。すごい。そんなこと教えてくれるの？いいの？そんな情報教えてくれて。ありがとう。ありがとう。今断食中だって。マジ？無理しないで。偉いね。ごめんね。ごめんね。アイスクリーム食べて。この子特茶でごまかそうとしてるから。何でも特茶流し込んでる今。流し込み、特茶流し込み、流し込みの術。特茶飲んで頑張ってるのにごめんね、謝られた。逆に逆に、うん、アンナなんて最悪。カルピスウォーター、カルピスウォーターと流し込んで、あのアイスクリーム。本当に帰ってきた3分間、うん、だって美味しいだもん。美味しい。今日何時に起きたの？6時半5時半。早っぐらい。5時から目覚ましかけ。6時半は嘘だ、もうちょっと早い。松茸芸能さんはそこにいないのか。あ、松茸芸能さんはでも隣の部屋にいるよ。え、隣の部屋、さっき言ってたのってあれキアラのことだった。うん、うん、キアラがいた。あ、君いたのねって言ってキアラさん。うん、まだ書き物してました。あれ、まあ、最近朝起きれない。わかる、寒いからじゃない？今日めっちゃ寒かったね。そう、めっちゃ寒かった今日、ね、めっちゃ時計ずれてる、うん、え、そうなの。この時計めっちゃずれてるの、びっくり。わかる、松茸芸能爆笑した。わかる、見た、昨日私もね。こんにちは、こんにちは。お仕事いってらっしゃい。寒いね。寒いよ、びっくりしちゃった。寒かった。でもアイス食べたくなって、アイス食べてました。アイス最高。雪降ってるって。え、北海道？どこ、どこの方ですか？北海道。北海道？ What's from、What's from in Japan?は？え？何？What's、 どこの県に住んでますか？え？日本の中でどこの県に住んでますか？何言ってんの？ What's from in Japan？ そうなの？違う。本当に？本当に？ウェアだって。ダメじゃん。ダメじゃんって。追加ゲームしながら。ウェアだよ、ウェアって言われた。Where you from？ Where are you from？ In Japan？ In Japan？ From じゃないでしょ。Where？どこから来ましたかになっちゃうよ。ウェア、だからどこに住んでるの？リブ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 。すごいね。すごいね。一番年下あの子。Where are you？ 何？ Where are you from？ Where are you live in？ From live in Japan？ Japan？ うん。わかんない。でもさ、昨日もさ、テレビ見てたじゃん、うちら。うん。でさ、なんだっけ、小学5年生とか。賢いの？ね。やつのテレビ。かっこいいな。全然できなかった。あんなかった。難しかった。みんなで全然わかんなくて。やばかった。絶対難しいって。5年生、私が5年生でも伝えられないって。ね。ナナちゃん髪色変える予定ないの？変えたいんですよ。最近ブリーチがしたくて。そうしない。でも迷ってる。なんで？
なんでとか言ってブリーチしてみたい、しちゃいなよ、なんかすごい明るくしたいみたい、いいじゃん、気持ちがあるけど明るくなるよ。でもさ、今やっていいのかな、わかんないこのさ、うん、このラストの音期間にさ、うん、めっちゃ変えたらダメって言われるかな、わかんない。兄がブリーチか、ブリーチ先輩、ブリーチ先輩、ブリーチ先輩です、ブリーチ先輩やで。今日誕生日、明日のスケジュールが来ましたので、おめでとう、発表します。こちらです。わーい、トゥトゥルトゥトゥン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 。あ、でもまあまあまあ、まあ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 ぐらいじゃない。トゥン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 、楽しそう、すごい、すごい、え、楽しそう、ほんとだ、楽しそう。明日も早起きちゃん、頑張れ頑張れ、いっこらんぶちゃん、こんにちは、こんにちは。明日は今日より早く起きなきゃ。シルバーにしちゃいなよ、シルバーに。絶対似合わないし、足がシルバー、足はシルバー似合わへんやろ。女子校の昼休みか、まだ絶景に見れるってこと。カムサムニダ、カムサムニダ、カムサムニダ、ありがとう、お仕事もので出らっしゃい、偉いね。明日は地球に行ってますのって、地球、それは分からん、教えられん、どこか宇宙か地球のどっちかにおる、どこやろな、どこやろな。最近 MER の映画見た、だってマイカもさ、 MER 見始めたって、ドラマ見始めたって言ってた。最高、最高、最高です、見てください。誰だそうです誰、出演者見てくださいとか言ってドゥドゥドゥーン、アマプラで見れるようになった、そう、どうなんだ、言ってた、それで見てるって言ってた。いい、あのもう一回見ようと、でも何回も見た汗か、待って、もう寒かったくない、待って、忘れてた、絶対だって、絶対5分以上、5分ぐらい経ってるよ、電子レンジに入れたまま放置して帰ってきた子、スイカは人を夢中にさせるんだ、君に夢中、終わったスイカゲーム、姉妹の推しだって、姉妹の推し、姉妹、さっきこっちに姉妹、ありがとう、姉妹仲良くしてる、姉妹、姉妹仲良くしや、来週もテストたくさんなの、スイカゲームした先生に iPad 募集された、絶対募集だよね、募集されたの、募集、 iPad 募集、じゃあ元気出してあげる、どんまいどんまいどんどんまいハハ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 、え、新作、うん、私がその話してないのに、うん、マリオあるよって言って、その新作のやつ、うんうん、そっかーって急にどんな会話なの、そっかーって、やりたい、じゃあ行こうよ、一緒に行きたいんだ、マリオしたい、やりに行こうよ、やりに行くのね、買いに行くんじゃないんだ、やりに行こう、やりに行くの、マリオやりに来ました、うん、え、対戦できないの、マリオって、え、できる、できんじゃない、え、じゃあ4人ぐらいでできる、じゃあ買ってよ、え、え、スイッチを、うん、ああ、そういうこと、スイッチっていくらすんの、3万円ぐらい、知らん、覚えてる、2万円、あ、でもくらちっちゃいの使っていいのかね、ネットで買ったからさ、アマゾンとかで買った気がするんだけど、スイッチなんて買ったらボロボロに壊されそう、ガンちゃんに夜中にやっちゃう、そうそう、ね、買ったら、え、でも私は結構や放置してた、ずっと、あ、最近ね、いっぱいやってる、そう、最近だっけ、本当に珍しいよ、ね、この3日、4日ぐらい、うん、あ、少量の人、今日来てるのは
行方不明。大丈夫。スイッチ、これじゃない？ 37,979円。高っ。高くない？高くない、ね、めっちゃゲームやる人だったらいいと思うんだけど、うんうん、じゃあさ、衝動買いして数ヶ月放置した私ってめちゃめちゃバカじゃ ねだってスイカゲームしかやる見込みなくない？え、他に何か入ってないの？桃鉄、桃鉄、桃鉄ね。で、ゲーミングでその桃鉄やって、うん、でもなんかゲーミングの時に本当にスイッチの操作の仕方がわからんすぎて、うんうんうん、R 押すんだよとか言われてもどっちが R だよ、うん、どこが R だよみたいななっちゃって、それでめっちゃ怖くなっちゃったの自分でゲームやることが、うん、それでなんか克服したいと思ってゲームを、うん、でマイカとその、うん、マイカが家に来てる時に2人で桃鉄やってて、うん、マイカのやつで、でなんか買いなよって言われて、そうだね買おっかって言って、そこでなぜか急にポチって、なんでそうなる？そう、そしたら全部集めたくなって、うん、よしケース買ってとか、うん、全部やったら全部買って勝手に買っちゃって自分で、うん、でそっから形だけの人だあのすぐ形から入るタイプ。ライトなら2万円くらいだって、ちっちゃい方。これ大きいのだよね。だったらさ、何が違うの？何が違う？持ち運びでしょ？うん、多分ね、あと外せないよね、これ、うん、外せないガチャって、ここのとこライトは？うん、じゃ別々の人と一緒にできないみたいな。うん、テレビにつなげない。でもさ、あ、そうだ、これからさ、ね、こう移動とかも多いじゃん、うん、だから買ったほら、でも今までも多かったよ。そうだけど、この6年間そうだけどさ、毎日移動し続けたんだよそうだけどさ、あるじゃん、まただってね、ツアーもね、そっか、あるし、そうだねそうだねとか言って、どうする？確かに、買ってみてもいいかなみたいな。まあでも言うて、うん、キアラ、ショウコ、うん、マイカ、サナ、ミリら辺も持ってるから、めっちゃ持ってんじゃん。そこら辺が持ってきてくれたら、めっちゃ持ってるじゃん。じゃあもういらない。リサも持ってない。そんな持ってたの？だってミリ、サナ、ショウコ、知らなかった、マイカ、うん、キアラ、イオリは？わかんない。持ってたと思うよ、だってじゃあイオリってなったら、ひとみとハナとリサだけだよ。置いてかれてる？置いてかれてる、時代に置いてかれてる。やっぱりそんな気はしてたんだ時代に置いてかれてる意外に持ってるね、コンビタ。でも時代に乗っていこうとしてなかった、あ、自分が。そういいんだよ、それで時代に乗ろうとして。そういうとこある。そういう時もあるよ。こんにちは。どっちで作るか決めるね。上手と下手、うん、リサちゃんは実家にあるって。実家にある？実家にある。ない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 。そんな違うんだね。有機 EL だって。わからん。なんか聞いたことある。種類がある。うん、ファッションドリーマー、最近出たやつでしょ。あのわがままファッション、ガールズモードが好きだったから、それ好きかもしれない。買おうかな。やりなよおーいDS ね、そうそう、カセットね。スイッチ、DS はカセット、カセットって言おうんだよな。カセット、スイッチ、ソフトやって。え、ソフトって、カセットって言ったら笑われない。ソフト、え、わかんない。だけあんなもさ、最初さ、カセットって言ってたらさ、笑われる。え、なんだろうね、なんて言ってたか記憶ないわ。え、DS はカセットよ。 DS はカセット、うん、けど、ソフトはソフトなんだって。言い方、へえ、なるほどね。取り残されてるわ。カセット、ソフト、でもカセットって言っちゃうよね。カセット、ソフト、わかんないわ。最近昔の DS してたよ。え、イコラブもさ、ちょっと前、うん、めっちゃ前か、数年前にさ、うん、一時期 DS みんなで流行ってたよね。流行ってたっけ、うん、あの、持ってきよったよ。持ってきてたっけ、うん、知らない記憶。え、嘘知らない。持ってきてたよ。私のマリオとかやってたよ。ない記憶。やってたよ、何人か。あの、持ってきてたの。持ってこようかな DS。 うちらがさ、スイッチやるよる時話一人で DS してんの DS じゃあ、うちらもマリオやるわ。 DS 持ってこようか、うん。
え、そうだ、友達コレクション、ともこれメンバー全員作ってたの。作ったの。そう、配信で。どうかしら。めちゃめちゃ似てたんよ。めちゃめちゃいい感じにやったのに、全部消えたんよね。セーブするの忘れた。あ、残念。みんな同じ顔になんない？そう。ともこれ。花がやったらうまそう。え、全員みんな可愛いパーツがみんな同じだ。スイカ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 のか？ボタンメロン。あ、それや。はは。別に分かるし別に分かるし What's a melon game? さくらんぼ、みかん、かき、りん、もも、パイナップル、もパイナップル、メロン、スイカ。おお、パイナップルが可愛いよね。あ、もうやだ。パイナップル。こういう顔してる。違う。ペン、サクラボペン、うん、いちごペン。わおわおわお。ぶどうの。はい。チェリー。チェリー。ストロベリー。ストロベリー。グレープ。グレープ。オレンジ、オレンジ、カキわからん。うん、わかんないわ。カキ、カキ、リンゴ、じゃ、アップル。うん？ピーチ、ピーチ、メロン、パイナップル、パイナップル。フェシア、フェシア、プレ、ペルシモン、プレシモン、ペルシモン、読むんだろう。パーシモン、パーシモン、パーシモン、知ってた？知らない？知らない。パーシモン。へえ。オイスターはカキ。オイスター。カキ。ナシ？梨は大好き。梨？なんて言うんだろうね。うん、わかんない。え、ポケモン。あ、梨あったよね。そうだ。あれ？あれ？梨あったわ。梨飛ばしたうちら。アッポーの次梨か。わかんない。アッポー、梨、桃。ペア？ってことか。ペア。うん。ペア。ペアっていうの。パーシモンは死にアクセントみたいだよ。パーシモン。どういうこと？違うの？だって新学生でやってんじゃん。パシモン？パシモン？じゃあそれもじゃん。パシモン？モンじゃないアクセント。パシモン？パシモン。わかんない。パシモンだったらもうよね。パシモンだったらパだ、ね。パシモン。パシモン？だったらそれできる？そのゲーム。パシモン。ゲームあんのこれ？全部にアクセントを。ゲットゲーム。それ初めて。パーシモン、パ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 シモン。え、知らないのこのゲーム。知らないかもしれない。パーシモン。嘘。パーシモン、パ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 シモン。わかんない、わかんない、わかんない。パーシモンやめよ。パーシモンじゃない言葉にしよう。山本あんな、あーできたー。オーバーな、オーバーな。なんでオーバーなよ。ひたすさマジ続いてんのやばくない？もう一回もう一回やって。オーバーな、オーバーな。あきオーバーな、オーバーな、オーバーはな、オーバーな。はい、やってください、ご自分で。せーの。敵は気象庫、敵は気象庫、敵は気象庫。
マリーさん、お父しマリーさん、お年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 しマリーさん、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 面白い。これを早く言って言わなかった人が負け。むずいってこれ。じゃあガリコ、じゃあガーリコ。じゃあガーリコ。あのさ、ちっちゃいやつとか入ってるとさ。じゃあガリコ。それは無理だって。じゃあガリコ、じゃあガリコ、じゃあガリコ。じゃあガリコ。じゃあガリコ。じゃあ、じゃあ。じゃあ。むずすぎるでしょ。またさ、ゲームできたね。最近じゃあすぐゲーム作る癖があるくないね。新しいゲーム、うん、日本の牡蠣は牡蠣で世界に通じるらしいよ。だって、うん、物知りさん、物知りさんだ。どっちの牡蠣の話かな。果物の今の流れで言ったらだってさ、牡蠣の方がさ、なんか海外に通じそうやったけどさ。オイスターよ、オイスターは通じんのか。どうしたら勝ちなんですか、今のゲーム。入れたら、だから誰かが引っかかるまで終わらないです。誰かが負けたら誰かが勝つ。結構むずいんだよこれ。難しいよ。むずい言葉でやればもっとむずい。なんだろう、長い言葉で言おうよ。皆さん、なんかいい案ください。文章じゃない。これ知らないの、あんな。これ K-POP の人たちがみんなやってるよ。そう、トワイスもやってるよ、絶対やってる。何でやってたっけ。元ネタ K-POP だと思った。そうなんだ、うん、ラストノートしか知らない。やばいって。伸ばし棒がむずくない。でもラストノートしか知らないはちょっと長すぎるかも。長すぎる。永遠に終わらなくなる。却下です。意外と難しい、うん、でもドラえもんイコールラブ。あれ、伸ばし棒だったらやっぱ難しいのか。でも山本は7文字でやったから10文字以内。オーバー花おもろかったね。2つさ、言葉がつながってるとかさ、めっちゃおもろくない。オーバー花、オーバー花、オーバー花。完全に OH なんで、ね、オーバー、オー。等速直球、青春サブリミナル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 。わかんない、サブリミナルがわかんない。わかんなくなる。むずすぎ。難しい。だいぶむずい。難しいね。むずいて、むずいて。やってるから間違えちゃった。小林スイカ、スイカ、スイカ、スイカ。ずるいよずるいね、ずるいよずるいね、ずるいいよずるいね、ずるいよずるいね、ずるい、ずる。あ、難しいわこれ。だってずるずる、これめっちゃ難しい。絶対一番難しい。せーの、ずるいよずるいね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 。わかんない、言葉がわかんなくなる。難しすぎる。ずるずるずるいて、ずるずるってずる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 、やばい、ずるずるむずいっすわ。絶対みんなも言えないし。やってみな、今やってみな。せーの、せーの、はいはい、どうぞ。ほら、言えなかったでしょ。間違いないでしょ。家で一人でやってください。笑顔のレシピ、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 笑顔のレシピ。あ、もういける。ピー、言えませんでした。サクサクも長い。桜の咲く音がしたわ。長すぎる。長い絶対やばいよ。桜の咲く音がした。
ずんちゃっちゃんずんちゃっちゃやった拾われたずるずる喜んでるやった拾われてかわちいうんでたらーうん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 こんにちは、こんにちは、こんにちは、はいはい、こんにちは、はい、こんばんは、はい、こんばんは、はいはいはい、挨拶大事、ひとみちゃんは今ですかね、いいえ、そんなことはございません。出なかった。テスト頑張れ、テスト頑張れ、テスト頑張ってて偉いね。とか来週三者面談なの、緊張する。悪い子してないですか？大丈夫ですか？緊張するということは悪いことをしたというちょっと心があるんですか？見透かされてる。大丈夫ですか？え？ちんちゃん運動行ってきます。えら、どんな運動するのかな、どんな運動するのかな、受験生いいに一言、頑張れ頑張れ受験生。フレーフレー受験生、はい、受験生、はい、受験生、はい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 、暇人にも一言、暇人、暇人は、ね、今日は暇人、みんなで暇をお出会わそう。今日のお昼ご飯決めてください。もう3時21分ですけど。え？3時21分？うん。あっ！バスの中でにやけさせるのやめてもろて。にやけるな！にやけるな！こんな顔してるのか。いやいや。課題やる気になりません。ねえ、本当にやる気になった時にやろう。やる気って出すまでが一番めんどくさいね。あんちゃんのアイスなんだった。うんと、なんか新発売みたいな。キイチゴだっけな。キイチゴバニラみたいなやつ。マスクしてるとにやけてもバレないよ。確かに。じゃあなんか今にやけてるかどうかやってください。にやけてるかゲーム。マスクね、これ。にやけてるかゲーム。にやけてない。にやけてんのそれ。にやわないでよ。にやわないでよ。ブブー。にやけてません。どうやったらさ、にやけなの？目笑っちゃうよ。目が笑っちゃう。目が笑ってる。無理だよ。ダメだ、こっち見ちゃう。普通にここのこっち顔描いてみない。ダメだ、笑っちゃった。見分けてない。あ、面白い。熱い熱い。つけてる。特徴つけてる。つけてるって、つけてるのか。来た、スイカ。どうしたの？来た来た。最近スイカの前から喜ぶようになったの。この前までスイカからしか喜んでないの。じゃがりこ、じゃがりこだ。じゃがりこ、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 じゃがりこ。うん。またじゃがりこ食べてる。上よ。ポッキーの代わり？うん。もう。じゃがりこ？うん。嫌い。好き。嫌い。大好き。あ。
爪の音 AMSR かわいいAMSR はかわいい。それは AM って午後と午後午前午前のショールームよ。それは SR は AMSR、違いますよASMR でございます。ごめんなさい、午前スーパーレア切れちまったぜ。私2000行かなくなっちゃった。私も最近あんま行かない。でも待って、事実上の話していい、うん、スイカできてる。え、行けない。あなた何でも行かない。そりゃそうなんよ、みんな。だってピーチとピーチがパイナップルになって、パイナップルブレ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 ル詰まってる。事実上スイカになってる。桃が詰まってる。そんなの皆さんから事実上スイカになったの。これです。これで事実上スイカと申しています。やつはふざけてあがります。ほんまや。うん。どうやってやるの？タイトルに戻る？うん。リトライ。なおちゃんやったことある？え、これスイッチじゃない。偽物しかない。ね、偽物あれはスイカゲームじゃないよ。めちゃめちゃ跳ねるもんあれ。レディー？え、どうやってに、うん、ここでこうやってで A で落とす。あ、なるほど。うん、やってみよう。初スイッチスイカ。やりやすい。え、スイッチやるの初めて？うん。どうと携帯でやってた？そう、偽物ね。あ、結構転がるね。うん、そうなの。え、そんな転がる？うん。なんで、なんで？転がるな。転がせんねえぞ。え、携帯もさ、さくらんぼとかが重い？え、わかんない。重いのかな、うん、いや、携帯は関係ないか。めっちゃ跳ねる、全部。そうな。そう。すごい。でもスマホの跳ね具合はちょっとやばすぎて。あ、下手くそだった。あれはちょっとやる気にならない。下手。うん、まあいいや。初挑戦ということで。え、どこに埋めようかな。大場選手、リンゴ2のリンゴ2の、あ、リンゴ2デコポン、デコポン1のブドウ2のいちご1のさくらんぼ1、ちょっと邪魔だね。いや、さくらんぼ、はい、リンゴじゃなかった。みかん、みかん、みかん、何これ。うん、柿、え、柿、それか柿、え、これ柿、柿がみかんでデコポン、デコポンとみかんじゃないの、うん、らしいよ。あんなもみかんだと思ってたら 柿なんだ。柿くわいか。なんでみかん入ってないんだろう。いや、なんでデコポンなんだろう。わかんない。お、梨です。いいよ、梨、めっちゃおいしい。どう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 どないしよう。こうやってスイッチ動かしたくなりませんか。どないしようか。なります、いつも。ちょっと邪魔だな、なんか変なところにつけちゃう。もういっか。うん、全然大丈夫。いい感じ。リンゴ、リンゴ、さくらんぼ、むのかちゃんのやつすごかった。リズムネタのやつ、リンゴゴリラ、ラッパーのやつ、え、マジで頭良すぎって思う。何それ YouTube、 何それ、え、見たかと言いますか。リンゴゴリラ、ラッパーパンツ、なんかまた戻ってきたのやつあるじゃん。何それ、知らない。芸人さんのやつ。何それ。それはののかちゃんが一緒にやってて。何それ。マジですごい。なんでこれができるんっていうぐらい。無理かも、下手かも。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 あ、もう来た。あ、いいよ、いいじゃん、いいよ、それだけ。だって落としたら、いや、なしになって、なしになって、うん、でもこいつらくっつかない。うん、押し上げていくしかない。どうやって、どっちかを。どうやって、いちごとかさくらんぼが重いから。どうやって押し上げるの。なんかどこに、どこに乗せればいいの。こっちをこう押して、これをこっちに跳ねさせたい。跳ねるんだ。うん、いや、わかんないけど、それでどんどん押していく。え、でも無理だよ、この人が邪魔してくるの。それか、どうすればいいの。まあいいや、まあ、もうそこら辺でいっぱい作っていくしかない。で、いっぱい作るか、うん、スイカ農家になるか、今日もから。あ、そう、リンゴゴリララッパンパセリ、リンゴゴリララッパンパセリってなんかずっと続いていくやつ。パイナップル、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 パイナップル。
ちゃんと私はね充電器も持ち歩いています。すごい荷物が増えました。いや今日はね空き時間があるって分かってたから、そうやってそういう時は持ってって最近はみんなでスイカゲームをやります。楽しいね。そうミニマリストのはずなのに。確かに暑い。デコポンデコポン、みかきかき、りんご、なし、いちご、いちご、ぶどう、さくらんぼ、でこぽん、かわいい、かき、さくらんぼ、いちご。ゆめさん思いつくよね、こういうゲーム、ね、すごいよね。うわ、邪魔だな、邪魔や邪魔や。さくらんぼ。さくらんぼ。かき。さくらんぼ。いちご。全部読み上げてくれる。さくらんぼ。実況者。かき。りんご。なし。押していけばいける。え、どこ？一番そっち。うん。どんどん色積み重ねたりして。上から？うん。ほんま？ほら、ほんとだ、ウェイ、いけた、ウェイウェイウェイ、邪魔ですね。何時までやるか、もうやっぱりそろそろ終わりする、うん、じゃあこれが終わったらにしよう。コロコロ、これが最後までいったらね。いちごあデコポンパラダイスデコポンパラダイスデコポンパックやデコポンパラダイスデコパラデコパラよ超デコパラ。あ、ここじゃないとこに入れればよかった。まあいいや大丈夫、デコパラだから。あ、下手かも。ここに積み上げとこお、いいよ。でもこっちに、そっちで、え、どうしましょう。次なしになるんだ、うん、いや、ここで押していけば、いや、いや、どんどん行く、下がれ下がれ、下がっていく。あ、来た、え、どうすればいい。だよね、パイナポーがさ、ど真ん中でニコニコ笑顔になってるね、本当にパイナポーすごい対象に物が置いてあるくない。リンガトモ、めっちゃ対象。パイナップル、リンゴリンゴ、モモモモっています、今めっちゃ対象。違う、みかん、なし、いいよ。いいや、これがこうなってそっちに行ってくれないかな。いちごでここで押して、こっちに来ればいいのか。はい、梨か。梨がいい。桃が3個もあります。桃が3個、パイナポー1に、桃が3に、梨が1。無理かも。いける、諦めないで、まだいける。うん、諦めたら終わり、奇跡が起こる。本当？そうだよ、奇跡が起こる。ああ、邪魔だな。確かに邪魔だな。邪魔だ、邪魔だ。どけ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 。おー、ナイス。あ、もももパイナップルにももももももも今。え、パイナップルにももももも。パイナップルが真ん中で上と下に4個。あれ、スイカじゃね。スイカ、事実上ね。つまりスイカってこと。え、つまりスイカだよ。え、どうすればいいの、こういう場合は。おります。じゃあこいつを、あ、無理じゃん、なんで止まるの。ここにもう一個作り上げよう。作り上げ、え、はみ出ちゃう、もう終わり、ゲームオーバー。これにはみ出ていったらゲームオーバー。え、無理じゃん、無理じゃん、どうすればいいの。え、無理じゃん、諦めないで、ゲームオーバーの気配、諦めないで、
いやこっち、はい、でも転がってくるんだ、転がっていく、でもいいよ、ぶどうにしてやるよ、ぶどうにして、ぶどうにして、でもなしになるだけだ、なしな、あ無理だ、 あ無理だ、ああもう無理だ、もうはみ出る運命なんだ、あ無理だ、くっつけくっつけくっつけ、きた、なしはできるんじゃない、なしはできた、でも無理だ、くっついた、くっつくだけくっついた、ちゃんやで、諦めないで、だってここら辺がそろそろくっついてちょっと変わってくるよ、多分。え、そんなくっつくことあるの、うん、本当にあれ、あの6時間ぐらいまではでもどんどんこうやって押していけばちょっとずつは変わっていくと思う。おお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 、ダメだダメだダメやな、もうこれでやっていくしかない、無理や、どうすればいいん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 や、ここがダメだ、くっつかない、くっつかないね、のぶどうちゃん、なかなか手強いもんですな、手強いですわ、あ、あ、ゲームオーバー、終わった、すごい、でも桃四個にさ、桃四個にパイナップルってな感じで、こんな感じでやっております、いつも悔しい、初めてのスイカ農家は不作の年でした。こんな感じで。それでは終わりますか。不作ですな。バイバイ。ではさようなら。さようなら。サイン会よろしくお願いします。ます。バイバイ。バイバイ。すぐ終わる？終わる感じでショールーム。色塗りするから私今から。あ。漫画家さん、漫画家になるの今から、漫画家ななちゃんです、漫画家するわよ、今何時、3時3時、2時間ぐらい、37分、3時37分、いいよあんなショールームしてても、うん、いいよ大丈夫、待ってじゃあ私スイカ作るから今から、絶対だよ、実況、実況絶絶対絶対に作る、絶対、じゃあみんな今から私から見て、うん、紙手でスイカ作る、イエーイ、紙手に集中する、絶対もう絶対作る、みんな今何人がさこの絶対を聞いてるから絶対責任取ってんね、絶対スイカ作るぞ絶対スイカ作る、じゃあいいんですか、花ちゃんはどんな、なんか公開で描くんですか、見えてないから大丈夫、うん、うん、とか言って、絶対で、とかスイカ作らなきゃ終われなくない、スイカ作るまで終われません、終われません、終われませんしよ、スイカ、あ、もう積んでるダメやん、そういう時もあるよ、スイカ、スイカ、絶対こっち側で作るって決めてる、やっぱ決めないとダメなんだね、うん、なるほどね、あれを書いてるのか、そうだよ、めちゃめちゃ素晴らしいじゃないか、いい、最高だよ、最高、こうやって形としてさ、うん、絵でさ、うん、こちらのみんなの思い出が残るのいいね、うん、そうだよ、素敵、そうだよ、素敵ひどめん今日ドッキリだね、うん、だってね、楽しみ、予告めっちゃおもろすぎてマジですごかったもん、びっくりしちゃった、マジでおもろい、やばいよ、楽しみちょうどさ、サイン会のさ、間ぐらい、うん、でもさ、終わった時にさ、何時からかによるよね、ね、ね、だから今日はうちらは、うん、一部のメンバーが頑張って7時に終わらないといけないです、7時に7時半までだよ、そうだよ、7時半か、7時半までだよ、だからかぶってるの、あ、そっか、うん、そうなの、あ、じゃあかぶってんのか、そう、かぶってるのよ、じゃあテレビをつけながらやればいいのか、うん、音を消して
で出てきたら中断させる。出てきたら少人数を見たりして、みんなライブって言ってみんなも見たいからと。確かに。みんな見ようって。でなんかサイン会のスタンさんと一緒に見る。で来た。ギャハギャハ。気まずい。笑う。一人で笑ってる。来てます。来てますか？髪型作れてますか？あ、下手で作ってます。変わりました。変更あり。変更です。ちょっと場所が変更しました。めっちゃいい。トゥル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 お手伝いしましょうか。結構いい。邪魔者になります。サラダ味。やはりこ美味しい。やはりこって美味しい、ね。どうですか調子は。いい。お、いいそうです。私の時代です。だだ。新時代。ノロ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 。変えてしまえば。あー作りました。作った一個のミスが大きなミスにつながる。あ、まあでも、あっ、そう、ん、なんかよくわかんない、うん、あっあっあっ、すごい発声練習みたい。神手で作り始めますね、またまたもや神手か下手か、どっちですいかができるかな。イコラブって普通ね、ハッ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 ハって誰か一人がいてハッハッハッを全員で言うのがさ発声なのに、私がこれを楽屋で言ってたらなんかメンバーがハーのその音を取る方をメンバーがやってきてちゃうちゃうってなって、一人で一人でずっと発声練習してたよね、うん、でみんなが全員がはーって音だけ取ってくんの。はー逆だから、はーそうはーそう逆にはっていうのをずっと楽屋で、札幌コレクションの楽屋でやってました。札幌コレクションの時の楽屋はすごくうるさかったですね、私たち。広かった。でも楽屋から一歩外に出た瞬間はめちゃめちゃ静かになるんですよ。急に静か。楽屋に入った瞬間にめちゃめちゃうるさいです。札コレで。札コレはずっとなんかいろんなゲームを開拓してゲームを作って遊んでました。楽しかった。時間があったのでめちゃめちゃ。楽しい。でも楽屋。楽しい、嬉しい。あっ、あなーに、なーに、誰、ね、Kさん。ねえねえねえ、いい感じ。嘘、スイカの丘見て、順調です。おもろいゲーム紹介して。こちらのゲームなんだっけ、忘れた。お寿司屋さんゲーム。ああ、そうや、お寿司屋さんゲームとコンビニゲームよね。コンビニゲームやんなかった。結局やんなかったね。作っただけだね。違うよ、誰もやってない。誰もやってない。作っただけ。あれコンビニもできるねって言って、お寿司屋さんゲーム。お寿司屋さん。でも今あの、うん、人手不足です、ゲームをするには。そうね、一人は漫画家。結構大勢じゃない。そうそう、一人は漫画家、一人はスイカ農家。スイッチやってるのでちょっと私しかいないので、そうできないです。なんか職業身につけたら
え、待って、スイッチを職業と見なしたんですか？あなたは認めますけど、あの人は違います。遊びです。あなたはスイカ女です。私も仕事です。なんだ、職業を身につけたら、そのワードめちゃめちゃおもろいんやけど。やばい、間違えた。やばい、私はショールーマーです。ショールーマーさん。はい、ショールーマーさん。身につけました。身につけました。おめでとう、就職。就職。あ、でもあそこに一人いるよ。キアラ？うん。斉藤キアラ？立ち尽くしのキアラ。何してるの？ショルムしてるよ。あ、セリス死んだ。で、何してんの？いろいろ配信とか。え、あれはなんか桃がみたいな。あ、スイカゲームしてる。スイカ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 。え？何？ずっと書いてたの？怖すぎるんだけど。マジで怖い。なんで？なんで？恐怖かも。恐怖です。なんで？え、ずっとしてる。え、真剣？迷ってた。どうしようって。その結果、重大に間違えた。重大に間違えたの？ああ。なんやねん。やばい。いけ今2158え、すごい。ダブルスイカ作ろう。素晴らしい。スイカ有言実行の女すぎる。だってさ、久しぶりにスイカ作ったかな。久しぶりにスイカ作った。すごいよ。嬉しいね。やった。おめでとう。しかもスイカ記念日で作ったの。すごい。すごい。よく乗ってんね。バランスボールじゃん。最高。ありがとうございます。すごい。なんかさ、スイカ見れたらさ、幸せな気持ちになるよね。嬉しいね。だけどさ、スーパーとかで多分夏スイカ見たらスイカゲーム思い出す。うん、幸運のスイカ。幸運のスイカ。多分スイカの単価上がるよ、これで。このゲームのおかげで。やばい。みんなスイカ食べたくなっちゃうね。スイカありがとう。スイカ食べたくなると思う。やっぱスイカへのなんか、なんだろう。スイカのランクが上がったよね、絶対に。スイカはすごいよね。スイカブランド。もうなんかシャインマスカットって高級みたいなイメージあるね。もうスイカもそうなっちゃうね。メロンよりも。あ、終わったよ。あれ？え、でもスコーン一番上じゃん。一番上？うん。違う？うん。本日の一番上。本日の。やったじゃん。あー、これですっきり終われるわ。イエーイ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 。嬉しい。嬉しい。嬉しい嬉しい嬉しいね。嬉しい嬉しい。キアラ。はい、次はキアラの番よ。スイカ作るの。え？スイカ農家。いいよ。やりたい。うん、ください。私もショールームしたいな。したいな。したいって。じゃあ今つけるといいじゃん。したいんだけどね。うん、でも。うん、私今ね、充電 5% なんだよ。え？え？いつもギリギリ充電器は？うん、見て、さっき間違えたやつ見て。うん、どこ間違えた？で、ここも長くない？すごいかも。ギってなに、ほんまに。むず。逆になんでこんな間違えられる？自分でも不思議。不思議だね。不思議と。不思議だね。しかも書いてる。あ、だ、だが言っちゃったのかな、一個。飛んでっちゃったんだ。未来から来たんだ。そっか。そういう時もある。濁点が。え、みんな充電器持ってきた。持ってきたよ。そう、なくす、そう。なくしたの？いつ？置いてきちゃったの。どこに？どこに？あの、違う県に。違う県。どうしようか。違う県に置いてきちゃったんだ。違う県に置いてきちゃった。あら、これ消えた。2個ある。持ち前のやつ、うん、これ今のやつ。なるほどね。すごいね。
レン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 うん、まだ映ってんの？うん。映ってるよ。映ってるよ。誰の手でしょうか？さあ誰の手かな？絶対私でしょ。誰かな？絶対私でしょ。私もお腹空いてきたな。食べな。お腹いっぱい。何食べたみんな？お弁当食べてないの？なんか。あれそうだよね。じゃあコンビニで、ね、食べな。回ってくる。うん。前髪違うんだけど、でこっちはなんかこういうなんか四角い前髪で描いてるのに、ね、こっちはギザギザの前髪、ギザギザの前髪で描いてる、描いてるちゃむ。いろんな花ちゃんがいるんだね。ギザギザじゃないちゃむ。なんでさ、なんでさ、うん、その日の気分？前髪。前髪？なんか。それともアンナがいつも違う。ね、でもさ、みんな毎日違うじゃん。毎日違う。ごめんね。なんかその時に合わせて書いてるから。ね、あ、そっか、ね。絶対にこれから統一するね。別に。1ミリたりとも動かさないようにするね。うん、毎日一緒の前髪するね。ごめんね。ありがとう。うん、すごい ね。本当にすごいよね。マジですごいわ。マジですごいと思う。ギザギザじゃない、四角い前髪。この日の気分は四角い前髪。なるほどね。こういうこと。なるほど。嬉しい。こっちの方がなんか塗りやすいんだ。確かに。すごい。確かにね。なんかごめん。確かにとか言って。一番うちらが言っちゃいけ。コラボで。確かに。確かにとか言葉。全然やったことない。私と瞳が一番長い。本当で。よいしょ。本当に尊敬する。自分ができないことができる人ってマジで尊敬する。本当に。それシースルー前髪が一番描きづらいんだよ。あーね。そうだよね。あんこみ、あんこみ。今日の瞳の出演の番組音量1にしてみます。寝待って何も聞こえないしんど。でも最初は大丈夫。楽しみだな。最初は可愛く頑張った。うん、お楽しみ。でも、うん、1秒ぐらいで頑張れなくなる。どうする？その可愛い、怖いの、可愛い1秒頑張った1秒がなくって、もうもう最初からもう最初からわーから挨拶だから、皆さんこんばんは、あ、なるほどね、あそこ可愛いわ、まで冒頭のね、まで可愛かった、まで、え、そんなすぐ、そんなすぐ、そう、そんなすぐダメだよ、もう言ってダメだよ、ネタバレしないで、ね、究極のネタバレ、究極のなんか、うん、もうずっと誰かにね こうやってしてたかと、うん、でも、うん、みんな知らない人だから、しかもスタッフさんたちだったから誰にも抱きつけなかったから、でもだから本当これさ、スタッフさんがいたらこうやって歩いてた、うん、ずっと怖すぎて、ね、ずっとこうやって近くに、マジで何なんだろう、おかしいなって思ってたよ、みんなで見たい、やばい、ねえ、みんなで見たいよね、おかしいなって思ってたから、3回、1分、うちらが7時半までで、番組が7時から、待って、やばいし、だからいつ登場するかによるんだよね、今日絶対に早く終わらすね。7時半まで、7時半まで、私いつも15分くらい無理だよ、昨日も私とキアラがめっちゃ早く始めればいいんだよ、え、そう、あれ早く始めていいの、もうダメなのよ、え、ダメなの、え、だってだちょっと早く始めて、あ、始めて、ご挨拶ぴったり、ご挨拶5時からこんにちは、5時半からそうぴったりに読み始めて、じゃあ5分前からつけるとかっていいの？つけとって、つけとって、だってさ、めちゃめちゃ昨日ちょっと遅かったんよ、うん、多分ね、とろかったんよ、めっちゃスタッフさん出入りするのやべえ、なんか圧を感じるの、いや遅いんだろうな、うん、分かってます、ごめんなさいって思いながらやってた。出入り禁止にしよう。出入り禁止って書いておく、閉じておけばいいんだね、集中させてください、集中させてください、真剣中。私昨日追加で20枚ぐらい、え、嘘、え、そうだ、ね、私昨日足りたよ、え、すごい、1枚残しだった、過去1足りなかった、前回が 5、6枚足りなかったぐらい、昨日は2枚ぐらい足りなくなるのを想定して始まる前に、あ、わ、えらい、4枚ぐらい書いた、あ、じゃあ私も今日そうしようか、前回何枚ぐらい間違える、え、5枚ぐらい、私もそんくらいかな、私も5枚じゃなくて、え、何、私間違える量が多い、そう10枚棒間違えじゃない多分それはもう自分のせいや。なんか首短い、やっぱこう首詰まってるから首短い人、
しょんぼりしてる、しょんぼり、しょんぼキャラ、あそのリップ、あ、何それ何、そのリップ、うん、置いて、行ってましたよ。どこに、あそこの置いたところに。いや、だけど、これか、それがこれか、そう、じゃあ誰かが持ってきてくれたのかね、私、あー、ありがとう。これ、昨日もらって、昨日もらって、で置いたじゃん、ここに置いとこうって言ってたじゃん、言った、で、私はもしかしたら忘れるかもって思って見てたね、うんうん、で、帰る時に忘れていって、優しいね、花ちゃん、花ちゃん、優しい、じゃあ今日それどうやってここにあったの、ヤブイチさんがマネージャーさんにありがとうございますって言って、マネージャーさんに分かった、だけど、あ、言ったの、言った言った言った、あ、じゃあマネージャーさんが持ってきてくれると思ったら、じゃあ花ちゃんにも感謝だし、マネージャーさんにも感謝、花ちゃんありがとう、本当にありがとう、いえ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 、話はおもろい、置いてかないでください、はい、本当に頼みました、うん、なんか私も忘れるなと思ったの、うん、じゃあなんで、うん、じゃあなんで、ちゃんと置いてあった、そうだね、置いてある、ちゃんとちゃんとしっかりちゃっかり置いてあったよね、おもろかった、さしっかりしてよ一方その頃充電器は一方その頃充電器はどこに置いていかれたんでしょうね、違う県に、違う県にありますのですいません、その県の皆さん使ってくださいいけるすごいね、ね、え、それってもう無理なの、帰ってこない、なんでなんだろうね、無理じゃなくない、だってあるかも、どの現場に忘れてきたのどこに置いてきたんだ、あ、この前の、あ、うん、あ、あれだよ、あの、あれだよ、この時、うん、そうでしょ、え、じゃあ、うん、じゃあありそう、あるか、スタッフさんが、いやでも、あそこにさ、充電器さしたまま一生あのままで、わかんない、あ、違う、そうじゃない、普通に、うん、あの、うん、だからもう、え、ならなおさら、確かにありそうじゃない、そうない、え、それはさ、誰かに問い合わせてもらってないの、なんでなんかいろいろなんでなんだけどね、なんか何も知らないもういいやって思っちゃったの、絶対あるよそれ、え、あるよね、絶対ある絶対ある、それで電話して郵送してもらえねえよ、うん、そうするとか言って忘れてそう、またでも前に思ってるの、私いつも充電器を充電するコンセントを挿してから、うん、それ充電器を充電して、うん、そっから充電器を流す複雑、うんうんうん、二重、二重充電、花ちゃんみたいな、そう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 、え、それ今どうやって生活してるの、お家にある、あ、そう、お家には、じゃあお家でしか充電できないの、え、でもさ、キアの携帯充電結構早く減るくない、え、やばいよ、だって 70%、すぐだったらしいね、めっちゃ正解なのに、うん、何してるの、え、買いなよ、じゃん、じゃあ買いなよ、一旦今日聞いてみて、うん、あ、ここのお部屋、何時までならいいの、でも、え、これやってるの、今4時、4時じゃあもう終わった方がいい、意外とさ、もう結構時間経ったね、5時から5時半から5時半からか、思ったより時間経ってた、あ、本当はもうすぐ4時だじゃあ結局、ね、見て、ショールームつけてないでしょ、え、つけてないの、ショールームつけてない結局でももう私たちが終わろうとしている2時半からやろうって、一旦始めてみる、でも今おにぎり食べようとしてるから一旦食べる、うん、これかけ、今から食べるおにぎりはこちら、煮たまんごおにぎり、これ美味しいんだよねあ、これだ、これじゃないの、あ、そうそうそう、あ、マリオ、マリオ、あ、違う、チップスターの自由だチップスターの自由だった、待って、ワンダー味って何ね、え、どんな味するんだろう、やった、うん、え、待ってる、楽しい、まだね、うん、一面しかやってない、どう、あ、全然それまでに終わります、うん、すごい、うん、なんかね、うん、私4人でうんうんやってるから、うん、もうなんか道具4匹変に、どうすんの、どうすんの、ハテナボックスプーンってさ、うんうん、
象が出てくる、象のやつ出てくる、それでやったらみんなが一斉にドゥンドゥンドゥンってなんかどでかい象になるから、それがなんか変、知ってるそれ。いいな。今回から象に。私も象になりたい。そう、全員象になるんだよね。そうなの。あとそれ知ってる見たわ。でも、え、6編やどこかな。でもなんか私でも難しそうだ。そうそう難しい、ね、難しいんだ。あんなんね、え、ね、ね、できないよ。できない。リアラでも難しい。あれむずいやつだよ。むずいの。むずいかも。むずい。それやってたらマリオパーティーじゃないから。え、じゃあマリオパーティーやった方がいいだから、うん、パモ、マリオカートはあるの。普通に進んでいくやつだから、うん、カートはない。やりたい、やりたい。マイクちゃん持ってる持ってるやつ。あ、マリオカート私うまいです。本当に。え、根拠は？一回だけマイカに勝ったことある。根拠。マジ？根拠なくない。一回だけマイカに勝ったことある。一回だけ。根拠なくない。一回だけ勝ったことある。やっぱ始めるね。一回だけある。一回だけ。あ、何？まだ始めちゃダメなんだね。誰？始めちゃってる。何？サイトキャラ。なんすか？これは気づいてた。何？何？だから、あれ？なまってるの。で、そう。大好きだよ。大好きだよ。大好き。大好き。え、ねえ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 、どんな、あーね、ねえねえねえ、のんきに今年のショールームに転入してるよ。のんきにどうしよう、これは結構やばいですよね。どんなあれー、失礼失礼、本当に失礼。どんなかやばい、何どんな、なになになを入れてるの。どんな、やばい、やばい、悩んでるマネージャーさんを困らせました。じゃあなんかそれ受け、あ、受け継いどいてあげる。一旦一旦やっておいで。え、でも可愛いよそれ。段にも点々つけてで、なんかいっちゃいました。一旦預かります。こちらなんか花がさ、見てキアラのさショールームすごいモクモクしててさ、すごい画面のこの子おかしいんじゃない。やばくない。え、みんなの方にもそう映ってんのかな。え、わかんない。でもそうじゃない、カメラ壊れてるってやっぱなってるもん。あ、割れてるらしい。めっちゃ割れてる。だからさ、こっち側さ、待って、内カメのカメラも割れてんの。うん、ありえないんだけど。ショールーム、今キアラのさショールーム見てみて。右側がね、花がここら辺にいた時も花が本当だ、すごいフィルターかかってる。フィルターかかってますわ。カメラも消してますわ。ありえない。キアラちゃん、みんななんかちょっとずつ違う色味がね。間違えた。蒸気みたいな、それの。ちょっとキアラが帰ってくるまで少々お待ちください皆さん。こんにちは。ごめんね、ちょっと待っててね。キアラは今ちょっとやり直しをしに行きまして、すぐに戻ってくると思いますので、ありがとう。ちょっと待っててください。テストの採点してる？採点してるんだ。先生なんだ。ちょっとやらかすと。よりだ。よりだよ。それを書き直す、やり直しに行きます。本当。端末はお好きなやつを見てください。耳に入ってくる言葉はきっとどれを見ても一緒でいいです。同じよ。図書室で寝てた？図書室は本を読むところだよ。あ、おめえが言うなってね。どの口言ってんだってな。昨日図書室の話してね。図書室じゃない、図書館。本の話して。小四が花ちゃんのこと最強の推し、妹。かわいい。ありがとうね。小四って赤ちゃんじゃん。願望ちゃん。かやー、半熟煮卵のおむすびを食べていましたが、うん、途中で食べ終わり、うん、食べ終わったの？早くない？食べまだだった。食べかけです。食べかけやん。戻ってきました、戻ってきました。無事にやらかし女が戻ってきました。何かおかえなさいませ。ハートにしました。あ、よかったです。戻ってきたよ、みんな。おかえり、おかえり、おかえりちゃんと、おかえり、おかえり。キアラ、内カメが割れてるんだって。そう、だから、うん、この、あ、今、すいません。え、時代とかの時ってどうしてるの？
え、だから割れてるの？割れてんの？全然分かんなかった。え、それガラスフィルムが割れてるの？え、そう、ガラスフィルムが割れてて地盤割れてないの？じゃガラスフィルムを変えればいいじゃん。そうねえ、うん、それだけだ。え、しかも13でしょ。よし、私あるよ。え、え、でももうすぐ15に返す。あ、そうね。でも自分で買いに行かなきゃいけなくて、今回ありゃ予約すればいいんじゃね。スマホで、うん、予約して取りに行く。それか、そのあるじゃん、ドコモとかソフトバンクとかのショップに行く。それも変えたいんだけど、どこの会社がいいんだろう。いろいろもう、あ、それを全部名義とかも変えるってこと。今一から買うみたいな。うん、作るんだ。作る。18歳ってもう作れるの？です。もう成人だから。成人か。いや、今どこでしたっけ？楽天モバイルです。あーね、楽天モバイルか。じゃあどこでもいいんだ。うん、でもやっぱり、うん、無制限の最強プランがいいんじゃないですか。確かに。今無制限なの？うんうん、あ、そうなの。無制限。今どこ使う？これもいい。どこも。でも分かんない、なんか家族でみんなそう入ってるって感じ。うん、なるほど。なんかでもさ、たまにさ、なんか電波ないとこも行ったりするじゃん、みんな。でもさ、うん、au 強くない？え、分かる。au みたい。そうなんだ。au 強いよね。だってさ、あんま困んなくない、電波で。ね、なんかこう珍しい場所行っても、撮影とかで。確かにうちら珍しい場所よく行ってもんね。なんか山奥行くもんね。海とか山とか行っても確かになんか割と繋がる。え、でもこの前繋がんなかったよ。どこ？この前、前回。え、繋がったよ。だから場所によった。あ、そうなんだ。楽屋とかの場所によった。え、一本あったけど 4G の一本だったから全然 LINE とかは入ってこなかった。え、マジ？うん、入ってこなかった。じゃあ私が最強なのかも。何？私は最強。ずっとラインしてて。でもさ、あの楽屋は無理だった。楽屋の外出たらいけた。え、嘘？楽屋大丈夫だった。電モバイルも行けたよ。普通に県外になってよ。電モバイルでいいじゃん。でも普通にあのコンビニの中でも県外かも。それは多分楽天モバイルかとかじゃなくて、もうキアラの携帯が寿命なんじゃないの？違う。それすごいね。うん、あ、だからあの普通にコンビニの中で、うん、あ、妹に、え、なんか買うものあるって電話してたら途中で聞こえなくなって、あれ電話もしもしって言ったら県外みたいな。すごいな、それ。そう、じゃあみんなに決めてもらおう。ね、どこがいいか。どこがいい、おすすめですか。じゃあ投票しよう。投票で決めるもんなの、それって。英雄だから。ソフトバンク。本当に本当に。1が英雄、うん、2がソフトバンク、3がドコモ、うん、4が楽天モバイル、うん、5が有機モバイルとか。UQ はの AU。 あ、そっか、じゃあ4つでいいね。じゃあ行きます。投票くじ。だから AU って1になったら、じゃあ AU の中の AU か UQ か、うん、いろいろね。あー、なるほど。じゃあ1が AU、2がソフトバンク、3がドコモ、4が楽天モバイル、うん、絶対このさ、投票使う人初めてよ、これで。確かに。自分の携帯のさ、めっちゃおもろい。前田に卵をいただきます。はい、マジで無制限じゃないと終わるね。あのさ、この前までさ、自分が無制限だと思ってなかった、うん、もったいない。そしてで、みじけんさ、気をつけて使ってたんよ、うん、そしたら、うん、いや、あなた無制限ですよって言われて、バカだよね。え、知らなかった。ちょっと YouTube 見ないように、見ないようにしてた。そう、えら、あの無制限じゃないと思って、えぐい。そしたら無制限だよって言われて、え、そうだったの今までみたいな。価格上がった。何価格上がったって。倒れたってこと、うん、下がった？よいしょ。あー、おにぎり。4が楽天モバイル。私も楽天モバイル。うどん見えた。うどん？うどんだこれ。じゃあそろそろ。これがうどんに見えたの？うどん。コードが。うどん。うどん。うどんはどこにもない。お！待って。全然。何？1。うん。1位からじゃなくて4位から。4位、楽天モバイル。はい、通れちゃう。3位、はい、ソフトバンク。ソフトバンク。2位、はい、どこも1位、au。 おー、でした。じゃあ au で、はい、じゃあいらっしゃいませ。確か au pay とかもあるし。 au pay あるよ。あるよ。いいね。いらっしゃいませ、au。 au にします。 au 民の au。 え、まあさ、なんか iPhone15 ってさ、うん、なんか充電器
違うよ。充電したらしちゃうみたいな。充電器を充電しちゃうみたいな、携帯を。なんかそういう事件あったじゃん。そういうのともない。わかりません。わかんない。何喋ってるか。じゃあ、あ、本当に。でも、どうしてる。なんか、どういうこと。何かが変わってる。モバイルバッテリーを充電しちゃうの。うん。何かが変わった。タイプ C 同士だから、逆につけちゃった。あー、なるほどね。そうそうそう。でも食べるの難しい、どうするか。なるほどね。大丈夫でしょ。うん。私も iPhone15 にした。私もしたい。13、キアラと一緒。でもね、可愛いから。わかる、このピンク。このピンク可愛くない？みんなに褒められる。どっちが新しい？どこの？これが新しい。なんかね、ここ側面とここが、あ、濃いピンクなの。うん。ここは違うの、ね、そう違うの、うん、ピンクが。でここが鏡なの13。でも15から鏡じゃないですか。本当だ。このピンク可愛い。でもそのピンクも。でもこのピンクも好き。だから13でピンクがなくなったら、そうね、かけに失敗した、ね、確かに。確かに水色と迷ったけど、結構水色薄くて、うん、ピンクにした。ピンク可愛いね。可愛い。絶対ピンクがいい。まろやかピンク可愛いよね。でもこれからさ、ピンクさ、15買うなら16まで待つ。待つ。でもそんなの言ってたら一生だよ。一生待つ。で、それはなんでな。詳しい人。毎回奇数よりもグスの方がいい。そうなの？そういう決まりがあるんだ。何それ、分かんない。もうさ、私はさ、あのフラッシュがまず使えなかったの。ずっと壊れて。そうだね。あ、そっか。そうそうそう。やば、無理だ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 。じゃあもう立てかけられなかった。16でピンクあるかな。どうだろうね。私赤がいいな。赤。赤が好きみたい。iPhone ケース赤だもん。そう、なんか気づいたら赤いもの手に取ってる。花といえばさ、この iPhone ケースだ、うん、ずっと変えてない。確かにさっきからずっとそれだね、ずっとこれ、ね、ドキュメンタリーに映ってるの全部これ、ね、すごいね。なんだ、 iPhone ケース変えるの趣味だもん。確かにいつも変わるイメージある。だからマネージャーさんにさ、アンナの iPhone ケース分かんなくなるって言う。確かに確かに。ちょっと一生食べられない。ちょっとやめようかな、食べるのこれ一回ね。一回ね。でも今お気に入り、かわいい、この感じが、ね、これかわいい。この感じがお気に入りでーす。お気に入り組み合わせ。キラキラしたものが好きです。ひなみちゃんキラキラ好きだったのに、なんでキラキラしなくなったの？キラキラがすぐ取れるから。リアルなお悩みだった。え、待って、私もデコイでやっかな、うん、え、これさ、画面映したらさ、ダメなんてなの、うん、いいのかな。なんで画面を、スイカのさっき映したよ、うちら、うん、見せた。私まだ持ってなくて、スイカ、まあ、なんかリボンなくしちゃったんですけど。なんかさ、対戦できたらいいのね、うん、スイカゲームね。誰か使って、なんか同時に用意した後ってなって、スイカ早く作れた方の勝ちみたいなやつとか。楽しそうね、絶対盛り上がるよね。スイッチ持ってますよ。これ、この白いやつと初期のやつと2台ライトもある。お、すごい、さすが、いっぱい持ってる。確かに妹とかもね、色もね、これ低い。私めっちゃなんかないかな、ないか。あ、ティッシュ、うちらも低い。うちら姿勢をこうやってめっちゃ曲げてる。下からアングルよ。戻ってきた。ね、入ってきた。あ、あ、イオちゃん。おかえり。やっちゃん。ショルームしてるよ。ため息。疲れた。疲れ。おかえり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 。疲れた。疲れた？戻って疲れる。わかる。行ったの結局、変えた？変えた。あったの？教えてたやつ。よかったね。痛い。痛くないだろう。やめて。今の嘘。やだ。嘘つきましたよ。嘘です。やだ。やだ。痛い。痛くないだろう。嘘すな。好きって言って出て行った。好き、出て行ってました。子供だ。ねえ、待って、5時半だよね。うん。
50しかないから、今から今からやって、うん、1時間で50貯まるよね、中断、うん、1回いいって。あんな違うって、あんなが今何パーか見るね、本当にごめん、ありがとう。え、何パー、な、5パーだから少しはできてるんですか。うん、できてできてる。あー、危ない。 OK、アナの貸してあげる。マジで充電しないと本当に本当に、あれこれ意味、え、これこれ取ってあげて、え、うん、え、待って、本当に私が充電器持っていたらこんなありがとう、いいよ、優しい、みんな優しい、優しい世界。タララ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 ラ何が書くこの話どんどん下がってどんどん下がって、マジ顎何が書く、これは顎ですかね、どうすればいい、それでさ支えられん、いける、上にしっかりしてない、あ、トクちゃん、トクちゃんの中、いいじゃん、お、いいね、いいじゃん、いいね、ビーズの新作はあのピンクのこのここの白いレースがあるニットと、うん、キルティングの白のスカートと、うん、あとは黒 の、 あのメイドさんみたいな、うん、このこれちょうどこういう感じの、うん、ワンピースと、うん、あとはピンクの、うん、あのこのさ、これこのフリ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 とボタンボタンボタンと、うん、ここがレースので、あの下が、うん、下もレースと普通のスカートのボタンになってる、分かる、伝わるあの夏にもやってたやつの、ま、冬バージョンのと、うん、あとはスウェットセットアップの黒と、うん、あとはなん、あとバッグも買ってある、すごい、いっぱい、いっぱい買ってる、いっぱいが、四角いトートバッグのグレーのやつと、うん、あと帽子も買ったし、うん、あ、私も見た、あ、知ってるこれ、かわいい、あとは、うん、リボンは買い損ねちゃった、あ、コツン、あ、ごめんね、コツン、コツン、花ちゃんは漫画を描いています、違う人の髪色塗っちゃった、あとは両方の色、違う人の髪色、もう違う人だった、違う人登録しちゃうの髪色、すごい、こうやって、あ、でもアンナもテロップやるときに色登録してる、うん、誰の色コート買おうと思ったのに売り切れちゃって、こんにちは、こんにちは、何してるのこの時間、確かにこの謎な、何してるんだろう、土曜日の4時17分という微妙な時間に、私何をしてるんですか、配信を見てる以外に何してるんですか、ショールーム見てます、ショールーム、私は多分作業動画ですが、作業動画でしょ、みんなこれは作業動画よ、お布団で寝てるの、寝てるんだ、ベッドで寝てる、勉強してるふり、メイク勉強してる、ショートだけのダウンも買う、そう買います、うん、あのピンク、今起きた、早病院に今来たの、美容院、美容院でさ、何し、なんかさ、美容師さんに髪の毛を、ね、塗られてる、染めるとき、うんうん、塗られてるときって何していいか分かんないから、うん、なんか携帯置いちゃうんだよね、こうやって、え、あんのも結構こうかも、え、私はその日による、その日による、うん、触るときもあれば触らないときも、ちょっともう触るんだったら超触る、美容師さんが面白かったっつったよ、キアラの、え、うん、え、なんかなんだっけな、めっちゃ長いじゃん多分、うんうん、キアラって染めたりさ、うんうん、それの大変じゃん、うん、この色だし、うん、長いからなんか買ってきていいよみたいな、うん、なんか買いに行ったんだって、うん、でなんか飲み物買いに行きたいって言って出て行ったのに、うん、飲み物買ってくるの忘れてたらしい、それで、あの焼き芋買ってきたそれがめっちゃおもろかったって言ってた、おもろい、うん、報告されました美容師さんからおもろすぎ、ここ3人一緒や、ね、同じ一緒と、一緒、やめられる、アクション、部屋片付けようと思ってる、片付けな、
私も今あの、うん、マジで今までの人生で一番汚いの。でそう、今日はそんな汚いイメージないけど、うん、いつも私もそうなんだ。自分の中でいつも何かとまあ全然許容範囲もあれなんだけど、うん、今本当に人生で一番マジってなんでなんかさ、たくさんもらったりとか、あとどんどん溜まってどんどんもう紙袋だらけよ。わかる、そう、紙袋だらけやばいよね。紙袋となんかもうドーンわかる。と服とまだ衣替えをしてなくてなんか溢れ返ってて今これ紙袋はあるかもな。でも結構紙袋分けてあるかも。最近コスメをめっちゃ片付けたのね、うん、でなんか一回全部バーって出して断捨離したのコスメを、うん、いるものといらないものみたいな、もう昔のさめっちゃ使えない使ってないやつとかね、とかはもう捨てたりとかしてそういうのやったから、うん、今はコスメ系はまだ大丈夫か。でもすごい綺麗なわけではない。どんどん増えていく、うん、楽しくない？あのコスメをこうやって並べるのが大好き、ね、大好き、かわいい大好き。私そんなんできないから私もできない、ただただ増えていくだけ。なんかポーチ、私中途半端なポーチが10個ぐらい。わかる、わかる。そのポーチを入れるのもどうしていいかわかんない。わかる。からでっかい袋に敷き詰めてる。全部大きいものに敷き詰めてる。ドレッサーめっちゃいいよ。ドレッサー？でも場所つか、うん、でもドレッサーに収まらないね。あ、ドレッサーともう一個棚。もう一個棚？うん。棚に全部また透明の箱で全部敷き詰めていく。ねえ、すごいわ。クッションファンデが綺麗に入った時最高に気持ちいい。え、あ、どうすればいいの？どうすればいいか分かんなくて床に散乱してクッションファンデをもうトン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 ってこう立てっていうの、なんていうの、横、うん、って平らじゃなくてこっち側にこうやってやっていく、うん、あんまさ大きさ変わんないじゃんクッションファンデ、ね、だからそれを綺麗に並べるのが好きだし、アイシャドウパレットとかもこう組み合わせてこう、うん、何こう形が違うから大きさとか、うん、それをうまいこと1個でも多く入るようにやるのがすごい好き。すごい、A型だよ。あれ A 型だよ。A 型だから。A 型じゃないんだと思う多分。A 型が弱めの A 型なんだ。多分。O より。O より。なんだもん A と O。A O。いいね。私は生粋の B だから。もう B と B の間に生まれた生粋。B B。生粋の。うん。アクセサリーとかも片付けるのがすごいです。でもアクセサリーも散乱よ。でもまだ次はなんかシルバー、ゴールド、ピンクゴールドで開けたいなって思って、それを今後やる予定です。やってほしい。どこにあるか分かんなくなっちゃう。なんかもうあれ？そう、 B だよ。キースイの B。 一緒？私は A が7割、うん、O が3割ぐらいな気がする。そうだったの、体感、ないない、ね、自分の体感ね、体感。6A、O4 ぐらいかな、うん、A とお父さんとお母さん。そう、分かんない。自分的にめっちゃ A ではない、 10A ではないの。うんうんうん、だから変なとこ A だけど、うん、変なとこだけしか A じゃない。わかる。でも自分では今めっちゃ変なとこ A だなって思う時あるよね。うんうん、いや A にもいろいろあるんだ。そうだよ。A タイプ。うん、私はいいな A がっていつも思ってるから。でもきっと別に B でも片付けがすっごく上手な人もいるんだよ。いるんだよ。そう、いるんだよ。だから血液型はね関係ないんだよ。関係ない。綺麗好き、得意か得意じゃないか。いや別に私は服とかもすごいそういうのが、うん、そういうなんか全部が片付けるのが好きっていうよりかは、うん、コスメとかが好きかも。収納、綺麗に収納するのが好き。収まる楽しみ、パズル、そうそう、パズルとかテトリスとか好きかも。追加ゲームもそうだね。そうそうそう、実生活のパズルだ、うん、YouTube でそういうの見るの好きかも。片付け動画見る、片付け動画見たい。あ、いいよ。私ネタ、うん、あ、いいよ。そんな動画あるの？なんかさ、私 YouTube 全然狭い範囲で見てるなと思って、なんかいろんな動画を知りたい、うん、YouTube の。何見てるの？私はなんか、うん、アホって言ったら怒られちゃうの。じゃ大丈夫、何を言ってるとかさ、言ってないから。誰とか言ってない。どれがアホとかそう、なんか笑えるような人、うんうん、見てそう。笑える人か、うん、可愛い人か、うん、ゲーム実況とか、うん、
あと韓国ばっか見てるんですよ、うんうん、これくっついてないのおかしくない？え、おかしい。え、もうくっついてるよね。それはおかしい。隣じゃん。ちょっと意義あり、意義あり、意義あり。あ、やばい、頑張って、やばい、見えた。うわー、やばい、おい、大丈夫かな。ニコニコパイナッポーができた。ニコニコパイナッポー、パイナッポー。なんかあの人の家のルームツアーとか見るのめっちゃ好きで、ールームツアーでなんかその収納が多い家とかってあるじゃん、うんうんうん、そういうのめっちゃ見るのが好き。うわ、ここも収納になってんの、こういうお家住みたいみたいな。一時期になるかも、ね、海外セレブのルームツアーをめっちゃ見てた。わ、楽しそう。いいね、海外セレブとかさ、いい、ね、夢でしかない。花ちゃん将来海外セレブになってしまう。海外セレブになりたいな。なってほしい。頑張るね。うん、それで愉快な家庭を築いて、愉快な家庭、愉快な家庭築いてね。あ、やばい、飛んでた。でも私結構ちっちゃい子がいるところの動画も見るかも。可愛い、癒されるから。ベイビーちゃん。いいね。子供のやつめっちゃ見る。なんかし、え、なんかさ、みんな何がおすすめ流れてくるの？ YouTube？ TikTok？、うん、YouTube？ と K-POP かな、うんうん、でも結構 JK とかが見るようなの見ちゃうかも、あんな多分かわいい、25歳だけどどうなの、どうなの、どうなの、キアラ世代のやつも見ちゃう。いいじゃん、流行、流行最先端、うん。え、でも私好きなのがその、うん、ファンの方がさ、うん、あの Vlog みたいなの撮ってくれてるじゃん、うんうん、で YouTube とか TikTok 載せてくれる、うんうん、あれ可愛くない？可愛い、めっちゃ好き。あれめっちゃ見る、ね、可愛い、そう、めっちゃ可愛い。私、あ、こんな感じなんだ。そうそうそう、うん、外側わかんないじゃん。確かに確かに。だからそういうの見るのめっちゃ好き。あ、あんまいチャンネル、何のことかな、てん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 。虫の動画とか見るの？見ない。虫の動画絶対見ない。虫の動画か、 Vlog が好き。わかる、なんかなんとなく見る。あ、でも最近韓国 Vlog 系見すぎて韓国に行きたすぎて。ほんとに ね、なんか全部おしゃれかわいい、マジで、うん、バッテリーがなくなる。 20% 早いね、マジで一瞬でなくなる。え、待って、え、でもね、最初から元々そんなない。いいよ、大丈夫。あれ、なんかおかしくなった。あ、大丈夫。あー、びっくりした。ね、本当にヘヤヘヤするから。え、すごい、よかった。なんか変なビーってなっちゃった。消えた。3連休何しようか迷ってる。今日何したらいいと思う？え、3連休なの？3連休っていつ？今日？あれ？え、今日、明日、明後日。本当？違うわ、いつ？次の週とか3連休？普通に？普通にその子が、なんで怒ってるその子が、いついつ生産連休があるのかな。そうじゃない。 あ、ないんだって。あ、一般的には違う。 あれ3連休あんの。最近行きたいのはなんかグランピングみたいな、ドーム型コテージとかわかる。いい自然な感じ。そうそうそう。で、なんかみんなでバーベキューとかして、うん、で、なんかサウナとかついてて、うん、サウナ行ってみたいな。おしゃれ。そういうマジアウトドアを、ね、うん、やりたい、ね。私めっちゃ子供だけど、うん、アスレチックに行きたいよね。え、アスレチックで遊びたいの。めっちゃわかる。あのさ、外のさ、アスレチックで、それね、うん、行こうとしたの。うんうん、行こうとしたの。そう、うん、あのね、広島にあって、へぇ、それで行こうとしたんだけど、ね、そうそう、ダメだったけど、うん、そう、なんかさ、こうやってさ、ブランコ置いて、ダメダメダメ、やりたい、やりたい、やりたい、やりに行こうよ、行こうよ、いつか、どっか行こう。花ちゃんも、行きたい、行きたい、行きたい、やりたい。ちょっと資料がこの中にあるんで、ちょっと配信をし終わりにする。あ、かしこまりました。さよなら。さよなら。色がわからないので写真を確認するために配信を終わりにします。え、こっち出そうか。大丈夫。いいよいいよ。ありがとう、ありがとう。何も喋ってないけど特典でそういうのやってなかった。やってない、やってないよね。やってない、ね、鬼ごっことか、ね、私鬼ごっこはもう、私もうあ、トラウマだから、雲の巣事件。鬼ごっこ怖かった。鬼じゃなくてね、鬼じゃなくて虫だから、それ鬼ごっこ、私も怖い。あの、鬼ごっこ大好き大好き。バイバーイ。ありがとう、大好き。バイバーイ。YouTube とかでやろうよ。バイバーイ。あ、なんかやりたい企画って言ったら、アスレチック。